病院に行くなというようなタイプの本がですね、タイトルの本が続々と出版されておりましてね、これには非常に迷う人が多いんですよね。少し前まで日本の医療は、こういう国民皆保険であるということもあって、非常に順調に進んでおりました。多くの人は医師を尊敬し、医師は患者さんの体の故障箇所を丁寧に誠意を持って見て修理をしてくれました。それは時に苦痛を和らげ寿命を延ばしてくれましたので日本の国民が医師を深く尊敬していることは言うまでもありません。私もですね、実はそういうタイプの人間で、病気になりましたら病院に行きましてね、家族が何と言おうと医師の言った通り薬を飲み養生し、その通りにするタイプなんですね。家族から見ると、もういい加減治ってんだから薬減らしたらどうって言ったら、いや医者が3日間飲みなさいと言ったからちゃんと僕は飲むと言ってですね、頑固に飲むと、そういうようなタイプの人間でですね、お医者さん、それはちょっとお医者さんの言ったことが違うんじゃないの、どっか別の病院にかかったらって言ったら、じゃあそれをかかった医者に言いに行くって言ったらですね、そんなことを医者に言ったらダメよって言うけど、私はですね、お医者さんにもし私はちょっと先生のご診断にやや疑問を持ってるんですけどもということを言いに行きますと、いうのはそういうタイプなんですね。ところが、そういったいわゆる病気を治す、つまり修理としてのお医者さんからですね、自覚症状がない時に病院に行けという状態になりました。これは確かにがんのようにですね、自覚症状がなくても病院に行かなきゃならないというようなことが起こったことがあるんですが、それに付け入ってですね、付け入ったっていうか、正しい人がいたんでしょうけど、メタボのようなものからですね、タバコのようなものもですね、メタボってのは体の体型を言ってるんですが、さらにタバコはですね、人の行為なんですね。人の行為にまで及ぶようになります。病気を治すっていうこととその人の人生っていうのは大きな隔たりがありますね。人は自分の健康に問題があることが分かってても、あることをするということは普通にあります。例えばお医者さんですと、お医者さん非常に忙しくてですね、夜の10時11時まで、患者さんの治療とか世話をしてるってお医者さん多いんですよ。もちろんですね、夜の10時11時まで病院にいたりですね、外科のお医者さんなんかもっと大変ですよね。大きな手術しますと3日4日と徹夜してですね、患者さんの様子を見ていることがあります。それはもう絶対にご自分の健康、医師ご自分の健康には悪いに決まってますよね。だけどもそのお医者さんがなぜ2日3日徹夜して患者の様態を見続けるかといったら、それは医師としての人生観ですね。これは人によってですね、人生観いろいろなんですよ。もちろんよその人からは分かりませんね、その人の心はですね。ですから、医師はあまりですね、人の行為、例えばタバコを吸うなんて、私タバコを吸って相手の副流炎で他人を迷惑かけると、これは別ですよ。私は副流炎もあまり害ないと思いますが、それはありますからね。ただ自分がですね、健康を害するってことはある程度指摘すればいいという考えですね。ところがこれがですね、ものすごい膨大な利権を生んだんですよ。一番いい例が血圧ですね。血圧の基準を少し下げれば膨大な高圧剤の利権が来るってことが分かったわけですね。薬品会社がその甘い汁が分かったんですよ。そうしますと薬品会社ってのは非常に大量のコマーシャル出してますから、それに対して専門家は批判ができない、テレビ局も新聞もちょっと手が出ないということで、血圧の基準は少しずつ少しずつ下がっていきます。血圧関係の薬を出している会社とですね、高血圧学会がどの程度の癒着度合いかというのはですね、これは高血圧学会自身がこれまでの高血圧学会に対する薬品会社の寄付の状態、それから高血圧を専門とするお医者さんとですね、薬品会社の接待、そういった状態を全部公開せんとはっきりはしません。これは当人が公開するものであって、捜査を、警察の捜査をするべき問題ではないと思いますけどね。しかしですね、やっぱり人の健康というものに手をつけて利権を貪るというのは非常にまずいわけですね。それで かつてのコレステロールを下げろっていう騒動ですね、挙句の果て
悪玉コレステロール、善玉コレステロールっていうんですね。人間の体の中で必要なコレステロールを悪玉と善玉に分けるというような極めて非科学的な非医学的な名前までついてしまいます。それから塩分も摂取を控えろとまだ言っておりますが、塩分の摂取をもう一桁にしろと、1日 9g にしろというような極端な話もあってですね、まあこういったものがどのように、それから朝食症騒動もそうですね。朝食を食べると頭が良くなる、成績良くなる。朝食と成績は関係ありませんよ。ただですね、朝食を規則的に食べるような家庭に育っている児童は生活も規則正しく、親もですねある程度子供の勉強に気を配るので結果として成績が上がるということがあります。しかしこういうことはですね、政治家なら言うこともありますが、栄養学の専門家とか医師とか我々のような科学者が絶対に言わないことですね。こういうことは因果関係があるとは言えないんですからね。それからメタボ騒動がありまして、これも成人男子お腹の周り85センチと言ってたやつが突如として95センチに変わりまして、まあ、その理由も説明されない、全く非科学的ですね。血圧もちろんそうです。その結果現在ではですね、実に50歳以上の男性の日本の男性の7割が病気なんですよ。7割が病気だから病気が普通になっちゃったんですよ。健康な国民はいないんですよ。50歳以上ではもう全員が病気なんです。これはなんで病気かっていうと、病気の定義が変わったんですね。昔の病気はですね、体に具合が悪い人は病気、それからまあ潜在的に病気になる可能性のあるっていう人がある程度いて、その人は病気ではないから薬は処方できないんですね。現在ではなんで病気ってされてるかというと、医者にうっかり行きましてね、風邪で行きまして血圧測りますとね、指定される血圧以上の時には医師は降圧剤というものを出さなきゃいけない。これは病気だと、高血圧という病気だというふうになるんですね。高血圧実は病気になっちゃったんですよ。高血圧の状態ですから病気ではありません。そして何らかの薬や指導を受けます。日本の自殺が先進国で極めて多いのもですね、病気でもないのに病気にされたり、必要でもない薬を飲まされるからという本もまあだいぶ出てますね。本のタイトルをちょっとここに書きますと、それは恐ろしいぐらいですが、病院に行くと殺される、がんは治療しない方がいい、薬は家に帰ったら捨てろ、ご飯ではなく肉を食え、なんていうことになりますとね、どうしたらいいんだか分からなくなっちゃうんですね。でこのブログではですね、こういった利権とかそういうのを離れて、人の健康というのはどういうものなのか、病気というのはどういうものなのかということを少し解説をしていきたいなと思うようになりました。というのはですね、実は本当にですね、病院に行くと殺されるとかですね、薬は家に帰ったら捨てろなんて言われたらですね、普通の人は困っちゃいますよ。ね、普通の人は。でどういう時に病院に行かなきゃいけないのか、どういう薬は飲まなきゃいけないのか、医者はどこが間違ってるのかってことを言わなきゃいけないんですね。これにはですね、非常に難しい壁が一つあります。人間の体とか医療とかそういったものは医師しかわからないんだという、まあ、広く誤解があります。お医者さんは非常に立派なんですね。6年間の大学の非常に大変な講義を受け、実習をし、長い経験を積んで人体というものを学ぶわけですから、もしお医者さんがお金に左右されず本当に人生というものを真面目に見たら、やっぱりお医者さんに行くのが一番いいんですよ。だけどもですね、私がここに言ってるのはそれはもうそうなんです。私がそう思ってるんですね。私は医師を尊敬しております。これはっきり言いますね。ただ病院に行くと殺されるとか、薬は家に帰ったら捨てろという本が出る理由は何なのかということをですね、はっきりしとかないといけません。そうしないと私は日本の医療っていうのを支えることができなくなりますね。まあ、これの延長線上に実は、福島の山下っていう医師のような人がですね、1年100ミリまで大丈夫だと言ったことに通じるわけですね。これは何を言ってるのか、やっぱり病院に行くと殺されるということが一部本当であるということを示してるんですね。ですからそれではやっぱりまずいわけです。でお母さん方が1年100ミリでも大丈夫だって言ってもね、100ミリっていうと100ミリですから、
2000回レントゲンで1年に2400回ぐらいになりますかね。だから1日にレントゲンを、胸のレントゲンを8回ずつ取るっていう、こんな感じですからね。それで大丈夫だと言われてもですね、それは今までのお医者さんが自分に言ったことと全く違うじゃないかという感想を持つでしょうからね。まあ、そういうことは非常に多いんですよ、実は。コレステロールもそうですね。塩分は今のところそうじゃありません。そのうちそうなると思いますけどね。まあ、そういうことで、お医者さんの言うことがくるくる変わる。それもお医者さんによって非常に大きく言うことがあまりにも変わりすぎる。それがですね、一つは問題ですね。これはやっぱりお医者さんが治療というものをないがしろにして、少し厳しく言えばですね、ちょっと偉くなりすぎたんでしょうね。お医者さんというのは偉くなりすぎる可能性があるんですよ。やっぱり周りからちょんちょんそられますからね。そこをもう一回よく考えてみないといけないんじゃないかというふうに思います。